ね、タイプ R ではないですが、新型シビック乗っていきます。タイプ R じゃないなら価値がない。東京オートサロン前にレクサス UX に乗りに来た時、私の父はそう言いました。どうでしょうかね、並べれば違うでしょうが、単体で見ればスタイリッシュで、本当にかっこいいです。この日はトランクルームも撮るようにしてたけど、冷静に考えて、そういうのは私の仕事じゃない。サイドは大きくえぐられていますが、何か特別な要素はないか。うむ、現代車らしい剛性感と、軽さと、何よりかっちりハマってる感のある音です。シートの座面が柔らかい、大変座り心地がいいです。レンカグレードのようで、布製シートですが、居心地の良さがあるし、ハッチバックだけど狭くない。車内空間はこれ。高級感ありますねー。これはいい車だ。溢れ出る上質さ、美術館に通ってる人が内装をデザインしたみたいだよね。大きな丸が並ぶエアコン操作盤も、全車最高レベルで使いやすい。操作系もシンプルで、この使い勝手の良さはホンダらしいですね。ETC も上質にインストールされて、ソナー類も装備されています。ナビパネルも、物理ボタンやダイヤルが埋め込まれていますね。これは神システムの予感だ。やっぱ物理ボタンだよな。タイヤを見ていたら、左リアのホイールが、どうやったんだよっていうレベルで傷だらけ。普通に乗れるサイズなのにぶつけまくるとか、ペーパードライバー以前に、意識に問題があるよね。エンジンルームはカバーついてないんですね。今時珍しいですね。スバルのターボは、インタークーラーが上に来るところだが、今回のシビック R は、ボンネットのダクトは、空気を抜く側の配置だからな。よく見ると、タービンも、インタークーラー周りの配管レイアウトも、見て取れますね。なんか泥汚れあるけど、車検証を見てみると、総重量は 1.6 トン前半。そのレベルで収まってれば、安定性とのバランスも上々でしょう。上質感のある、ジェントルな音です。静かに気持ちよく響いてくる、いい低音だ。メーターは完全液晶になってしまったようだが、ベンツみたいな光沢超解像度じゃなくて、反射を抑えた控えめな仕上げで、見やすくていいな。さっき褒めたナビ画面、物理ボタンの2つは、ホームとバックでしたか。現在地が物理ボタンじゃないのは残念でしたが、右下のナビというところがその役割を果たします。すっと押せるところにあっていいですね。大衆車の価格帯でも、今時はアプリがたくさん入ってるんですね。とりあえず車両設定開いてみる。画像が並んで、ゲームみたいで面白いな。遊び心があって最高じゃないか。オートハイビームやデイライト、ウインカー3回点滅の設定ですな。ドアロックや、メーターの表示設定、満タン時にトリップメーターをリセットできるようです。つまり、平均燃費と走行距離とタンク容量と、これから走るペースによる燃費変動から、大体の航続距離を予想できるということですね。私みたいな、走行スタイルによる燃費変動が大きいユーザーにとっては、航続距離表示も、ガソリン残量計も、大して当てにならないからありがたい。いろいろあるんだな。そしてカーナビの操作はサクサクで、色使いがいいからか、道の判別もしやすい見やすい。動画見返すとちょっとカクついてるけど、使ってて不満はないし、何より解像度が高いからかな。このカーナビは使いやすいですよ。反射を抑えているのがまたいいんだよな。変な映り込みがないと、特に日中は助かるだろう。蛍光グリーンも見やすい。というわけで走り出していきます。電動パーキングブレーキと、マニュアルレンジがない D だけのシフトノブはちょっと寂しいな。でもパドルシフトがあるし、スポーツモードでは多分マニュアルシフトで固定だから、操る楽しみは存分にあるぞ。オイルフィルターの交換ねー。ごめんね、俺にはどうすることもできない。モードを変えると、メーター内部でハイライト表示がされる、現代車あるあるだな。公式サイトを見ていると、トランスミッションは CVT らしいですが、運転していて、多段式かなと思うような動作でした。そして今、ガタンと減速帯を乗り越えたのですが、その時の乗り心地がとてもとても良くて感動。ショックアブソーバーで、しっかりと揺れを吸収してくれますね。跳ねたりしないのは素晴らしい。そして812とアベンタドールに、裏カントロールスロイスのコンボだ。右奥には AMG の GTR もいたし、前はマイバッハとフェラーリもいたし、さすが東京だよね。狭い駐車場を抜けていくとき、ソナーが反応しました。これさ、ポンポン鳴って意識を邪魔する割に、事故を防ぐのに役に立ったことないし、アイドリングストップ並みに邪魔な機能かもしれんね。ほどほどな狭さの上りスロープだけど、車体サイズがいい具合に収まってるおかげで、運転してて窮屈さはないです。というかですね、この新宿サブナードの駐車場、出口が信号待ちの列と、
被るところにあるんですよね。そしてその信号待ちが長い割に、数台とクリアできずに、またすぐ赤になる。ゴミクソ不便です。皆さんは、新宿サブナードは利用しない方がいいですよ。出るのがタワマンの、朝のエレベーターみたいに渋滞する。こういう急な坂の頂上では、正面がちょっと見づらいですね。左後ろを寄せると、あまりはみ出さずに出ることができました。サイズ感が2本にぴったり、ファイルの録画開始時間ベースで、駐車場出口で止まってから、ここが青になるまでに7分かかってたよ。東京クソすぎて草。撮影時刻見てると、1時間に1台しか乗れてないんだけど、これ絶対信号待ちのせいだろ。というわけで不自由な街乗りですが、カーナビの案内は見やすいですね。横幅1800ミリに、前後が4550ミリ、最小旋回半径は 5.7 メートルですか。それ以上に小さく感じますよ。これでレヴォーグとほぼ同じ横幅か、わずかに太いくらいだなんて。おっと、第一車線は路中がいるし、そのタイミングで右後ろが来た。基本的には合流される側が優先だと思うのですが、こんなトラップ人生初だぜ。相手が飛ばしすぎてて見落としたのはあるが、一旦は第一車線に入るルートを進むべきだったな。深夜の東京の運転には、人間の心を感じないとちょくちょく言っていますが、厳しい世界ですよ。記憶が正しければ、最接近時にソナーが作動していたのですが、動画を見返しても、何も映ってなかったですね。横断歩道と対向車の警戒に、気を取られすぎましたわ。この手の不注意は人間の問題だよね。車の問題にされる車種もあるようだけどな。プリウスがやったら車のせいにされて、ロードスターでやったら人間のせいにされる。まあ好き嫌いと物の良し悪しは、全然関係ない話なんですよ。直進性といい、ステアリングの握り心地といい、上質さに溢れてますよね。内装も、金がかかりきってるわけじゃないが、かっこいいんだ。この個体が何万キロ走行かは見てなかったけど、まだ新車の味がしますね。これがスマホ1台で、お得に短時間試乗できるなんて。おっと、ブラインドスポットモニターも完備でしたか。トヨタでよくある機能ですが、頼もしいですね。実は免許を取ったばかりの頃、私の家には、ホンダのオデッセイの、トルコン5速 AT のアブソルートがありました。VTEC の味わいあるぶっ飛びエンジンと、乗り心地と高速安定性を両立した足と、ホンダ車の気遣いを感じる、使い勝手の良さ、ミニバン要素と運転する楽しみを両立した、総合性最強で、弱点なしな1台だったのですが、モデルチェンジで出ぶっちゃってさ、だいぶ前に乗り換えてしまったのですが、私のカーライフの始まりは、ホンダ車の作るいい車と、新聞配達帰りにお出かけする日々から、始まっていったわけです。瀬戸市の峠に何度も走りに行ったり、週に3回くらいガソリンスタンドの洗車機に入ったり、深夜に突発的に遠出したり、本革の触り心地の良さ、市街地のダラダラ巡行でも感じる、走りの安心感、安定性と両立された足の快適さ、小物入れやカップホルダーの使い勝手の良さ、要するに、ホンダ車はいいっていう思い出話。あれは2008年あたりが初期型発売でしたが、2022年に入ってくると、同等の新車価格でも、この内外装で出てくるわけですね。オデッセイとシビックは別の車ですが、スポーツ性の高いファミリーカーとして、私にはホンダ車の技術の進化を感じたよ。マツダは上質だし、スバルも運転が好きになると言われる。ホンダ車はそこら辺と比べるなら、使い勝手の良さと、高回転域の過激さがある。さっきからちょくちょく、走行モードを切り替えてみてるのですが、なんかあまり変わらないですね。これがプリウスのパワーモードだと、段差を超えた衝撃でちょっと踏み増しちゃうだけで、体が打ちつけられるくらい前に出るのに、まあ待ってくださいよ。冒頭でチラ見せした通り、ホンダ車の車には、高回転域に VTEC なぶっ飛びワールドがあるから、公式サイトにもちゃんと、1.5 リッターの、直噴 VTEC ターボって書いてあるからな。1.5 リッターしかないんですね。自然吸気でいう 2.4 リッター以上の加速力あるのにすごい。市街地走行でも余裕のトルクで、環境性能と両立された、素晴らしいエンジンですよ。ハイブリッドモデルの方は、熱効率が 41% のエンジンらしいですね。進化が素晴らしい。コーナリング中の安定感もなんか次元が違う。これは期待できそうだ。また、ボンネットはアルミ製らしいですね。FF のネガ対策も抜かりない。超高張力高配点材が採用されてるって書いてあったけど、これは何なんだ。少なくとも、シャシーの構成素材にまでこだわって作られていることは、今からの全開試乗で証明されますよ。Uターン禁止の表示は見当たらないし、ここで入っちゃいましょう。小回り性能はどうだ？最小旋回半径の数字は、
特別言い訳ではないからね。数値的には普通でも、視界が広いので、Uターンもしやすいってところかな。さあ行きましょうか。VTEC の名前を知らしめてやれ。パドルシフトでマニュアルモード、1速から行く。ステアリングがレーシングカーみたいにダイレクトだ。バイクみたいな吹け上がり感で飛ぶように加速していく。この音も刺激も何よりも感動するのが程よい重さでタイヤグリップがはっきりと伝わってくるステアフィールなんだよ。少し切ったらその分ダイレクトに動く。安定性を伴いながらスパスパ曲がっていく。ロールが終わる感覚や車の動き、路面の感触が明確に伝わってきて車の動きがわかりやすい。何よりも安定している。攻め込んでいっても挙動が変わらないというか、不安定さが一切ない。ロングホイールベースであることや、FF であることを上手に活かして、この安定性を作り出している。曲がりながら踏んでしまうと、フロントが逃げていくような弱アンダーっぽい挙動になってしまうけど、それゆえ安心感が違う。そこそこぶっといタイヤを履いているんだけど、かなりのスピードが乗っていようと、公道の路面だろうと、そのグリップを横方向に、しっかり使い切りに行ける。ダイレクト感とエンジンフィールがむちゃくちゃ楽しいです。86や GR プリウスのいいところに、加速力も足したような完璧さだ。降りたくない。こんなにもはっきりと、走り続けたいと思うなんてね。スープラと同等かそれ以上に楽しかった。エンジン音は聞いての通りだけど、明確に違うのはハンドリングなんだよ。横方向に追い込んでいっても、ロールを収束させた時点から、車の挙動が変わらないっていうのが大きいんだ。重ためのハンドルは、レーシングカーにでも乗ってるみたいにダイレクト。このままサーキット攻めたい。車重は軽めだけど、路面にどっしりと吸い付く。なんなんだこの車は、これでタイプ R じゃないなんて、何者なんだ。R35 や GR スープラですら、ハンドリングで GR プリウスには勝てていなかったのに、このシビックは、その上を行ってしまった。GR スープラを過去最高にいいと評価していた私ですが、実はスープラのハンドリングって、路面というかタイヤの感触を、少し感じづらい気がしていたんだよね。ハンドルの重さによるものなのか、このシビックは本当に良かったですよ。感動して、もっと走りたいと後悔した。この後は新型ミライによって、あわよくばグランエースや G クラス、アウディ TT にも乗った上で、朝の混雑前に帰りたい。実はこの日、関東平野のビジホに泊まりに来ていて、夜眠れずに、徹夜状態でこの市場に来たのね。そして翌日は、下道だけで、諏訪湖経由で名古屋エリアまで帰るという旅企画を実行するつもりだった。だから余裕なかった。そういうことを思っていたから、このまま C1 に行くことは、叶わなかったわけです。正直悔しいです。私がもっと子供だったら、先のことを全部無視して楽しめたのに、それくらいフィーリングは良くて、楽しかったって意味ですよ。あのスープラに勝るほどいい車だった。オーディオレビューが流れちゃったな。なん、あの、呼吸みたいなやつで。マツダの6ほどじゃなかったけど、鮮明に聞こえて、音質はいいと判断できるものでしたよ。というかさ、このカーナビ、自宅が登録されてないじゃないか。せっかく工事で車線塞がれてるし、今深夜の2時だし、路肩で設定しておこう。バス停は絶対時間外だから問題ないとして、信号機の手前であることは、まあこんな時間だし、そして新宿サブナードというところ、変なところで左折して入らないといけないんですよね。見やすい地図だこと。全市販車の中でも、トップクラスのカーナビじゃないか。使い勝手の良さが際立っていますよね。まさかここまでいい車だとは思っていなかった。サブナードに来るのは2回目ですが、前回にレクサス UX の試乗を終えた時、乗ろうか迷ったんですよね。車の評価って、他人の言うことに惑わされちゃダメだよなと、つくづく思ってしまいます。このシビックのハンドリングを10とするなら、GR プリウスは 8.5 くらいのものを持っているし、オーバーステアロードスターには、3も上げられないし。なんでロードスターがそれだけ低いのかって、オーバーステアゆえのフラフラ感なんだよな。強い負荷をかけると、途端に挙動がわけわからなくなる。さっきも言ったが、攻め込んでいっても、手応えが変わらないこと。だから安心して、スピードを乗せていける。これに加えて、切った分だけ車がロールするダイレクト感と、フロントタイヤが路面を撫でる感触が、
ステアリングを通じて伝わってくること。投稿主がユーステアフィールというのはこういうことを意味しているんだ。排気量や馬力だけ見て遅いとか、直3や直4だからクソとか、そんな浅い話じゃないんですよね。ネットのコメント欄じゃ一般的みたいだが、そんな指標ゴミだぜ。典型的なのが R35 で、踏めばただ機械的に速いだけで、Z の方がよほど良かったですから、私が最大パワーを重視しない車選びをするようになったのは、必然なんでしょう。ただ、車検の台車で数分だけ乗った EK ワゴンのノンターボ、てめえはダメだ、遅すぎる。踏もうとすれば、エンジンがうるさすぎる。あんなの老人が踏まない。そんなのが目の前に入ってこられても加速が遅すぎて危ないんだよ。追突する。安全な合流のためにも最低限は必要。このクラスにもなると安全な白点線追い越しができるようになるよな。プリウスは余裕ないが、全区間燃費がリッター6か7だった気がすることはちょっと見なかったことにしておきましょう。東京の街はガソリン 100% の車が漏れなくゴミとかす環境ですからね。チラッと乗った首都高だってぶん回しちゃったし、普段乗ってるトヨタハイブリッドが優秀すぎるだけに、市街地走行時の燃費を見てしまっては、どのガソリン車も比較にならないな。リッター40出せちゃいますからね。オデッセイアブソルートは半分に減ったら給油してたけど、マジで週2、3回はガソスタ行ってたんだ。プリウスは毒ですね。燃費も静粛性も航続距離も良さすぎて、何乗っても不満点が出てくる。GR プリウスの燃費性能を捨て去ったとしても、それで失うものほど、このガソリン 100% のシビックが、得られるものは大きくないかもしれない。時代は電動化でしょうが、ガソリン車のフィーリングの良さを活かしたまま、電気のアシストを入れてほしいですね。ただのハイブリッドじゃ、カーのフィーリングとしては不満なんだ。 D のドライバーとしては不満なんだかん。メーターの明るさを変えて遊んでみる。ちょっと暗いのがちょうど良かったりするよね。ふう、言いたいことを一通り言い終わってしまったけど、交差点の左折一つとってもピシッと決まる感じがあるんだよね。ただ見た目がいいとか内装が高級感あるとか、スペック的に何か秀でているとか、そういう話じゃないんだよ。目にも見えない、触覚や体内 G センサーでしか感じ取れない、そういう領域で差が出る。このステアリング、わずかに遊びがあって、切っていくのに難儀しない軽さがありますよね。この辺は GR プリウスみたいだ。相反する要素たちのバランス取りと、挙動のチューニングは、完成でしか、説明も観測もできない領域なんだよ。そのあたりの良さが際立っていることは、もう何度強調してきたことか。これでもまだ、タイプ R じゃないんですよ。タイプ R がどれだけの化け物か、想像もつかないよ。後から乗る人のために、自宅を目的地に設定してあげつつ、タイプ R はどうなってしまうんだと思う。実は行き過ぎちゃったのでここで U ターンしますが、乗り慣れない車で、こういうことできないですよね。よくできた車というのは、乗り心地もいいし、とびきり乗りやすいんだ。どこぞの加速速いだけ R と違って、この安定性なら、路面が荒れた中、かなり思い切った運転操作で、200キロ近いスピードでコーナーに飛び込んでも、ついてきてくれそうだ。驚異的な高速域での安定性、タイプ R が歴代最高傑作であることは、もう疑う余地のない事実だ。タイプ R を買おうか悩んでる方、絶対後悔しないですよ。私は保証できます。ノーマルシビックだけで、これだけ高次元な動きをしてくれるんだ。ここからどうするつもりなんだよ。カーオブザイヤー受賞も納得。当然だよ、これだけ完璧な車ならね。カレコというカーシェアサービスに登録して、この新宿出口コムサブナードに来れば、スマホ1台で、格安で運転できますよ。タイプ R を検討中の方も、乗りに来て試してくださいよ。東京都内20カ所、埼玉県内に1カ所、シビックを借りられるステーションがあるようだな。なんかホンダの公式レンタカーで、新型タイプ R の方をレンタルできるっぽいが。もうなんというか、FF の限界に到達した感じありますよね。パワーに伴って上がっていくスピードレンジに、車身もタイヤも完璧についてきていて、この上に行くなら、縦置きエンジンの 4WD しかないのでは。 EV の方はまだ黎明期で、発火したり、充電がまだ整ってなかったり、初期不良を晒しまくってる中で、こっちのガソリン車は完成の域に達した。ヨーロッパの奴らが、ルールを変えることで対抗しようとしてる時点で、日本の技術に対する敗北宣言ですよね。値段だけ高くして、金かけて高性能に作ることなんて、コストが限られていることと比べたら簡単だろう。400から500万円台の車たちが、ここまで成熟していく中で、欧州人はエントリーって言って、機能が劣る見た目だけ高級外車を出し続けるの？まあまあ、人間の虚栄心は消えないものだろう。
R35 の乗り心地がゴミすぎて、高価格帯の車全般に対して、いい印象がないんですわ。この減速帯を乗り越えた時の、乗り心地の良さよ、ふわっとしているよ。そんなわけで、私がトヨタ党じゃなかったら、スープラよりもいい車だと結論付けていたほど、最高な一台でした。かっこいいけど、デザインとしては季節さ子供っぽさにまみれていた先代と違って、見た目もスタイリッシュになりましたし、メッキペタペタバンパーゴテゴテは、それはそれで売れるマーケットであるけど、理想的だとは言えないよね。私は先代ゴテゴテ R の見た目も、かっこいいと思うんですが、海外2機は、派手すぎるしグリル無意味っていう評価だったから、駐車については、ちょっと前後に長く感じますし、小回りだっていいわけじゃないけど、乗りやすいから悪いところがない。これのハイブリッドは、燃費性能との両立が見込めるわけですが、そっちもそっちでどうなるんだろうか。賞賛とともに動画を終わります。ありがとうございました。